これは、教会と幼稚園の建物になります。面積は400平米ぐらいで、全部木造でできてます。で、建ったのは2013年になります。牧師さんのお姉さんが幼稚園の園長さん、家族でこう幼稚園と教会と両方やってらっしゃるところだったので、まあ、幼稚園と教会も一緒にして、まあ、園児が100人弱ぐらいなので、ちょっと小ぶりの幼稚園になります。教会が真ん中にあって、幼稚園が周りを取り巻いてるんですけども、楕円形みたいな形をしていて、子どもたちが教会を取り囲んで、まあ、神様に見守られながら生活してる感じ。子どもの教育に対する理念ってそんな偉そうなものはないんですけど、やっぱり子どもってこう、なんていうのかな、やっぱ走りたくなるような空間を作ってあげるって、やっぱすごく大事だなと思っていて、教会の周りに幼稚園を作って、屋根も走れるようになっていて、走り回りながら周りを見て、他の友達何して遊んでるかなっていうのを見て、じゃあ次何して遊ぼうかって考えられるので、教会で大事なのはやっぱり神様がこう感じられる、やっぱすごいピュアな空間にしたいと思っていて、こう楕円のこう一部がトップライトになっていて、中に入るとポンとこう上から光が差している、光を感じることができる教会になってます。温かい雰囲気で作りたかったので、この建物は全部こう木造で作っていて、凸凹の壁をこう職人さんがこう一個一個目を細めながら、長さとか奥行きの違う木を丁寧に作ってくれたのがこの教会になっていて、やっぱりこうプロテスタントの教会って、牧師さんの話がよく聞こえる必要があるので、反響しすぎてもいけない。壁の面がデコボコしてるのも音響的にはすごくいいし、最初こうピアノの演奏とかあった時に、こう信者さんから音符が空に上がっていくのが見える気がしましたっていう話をいただいて、それすごく嬉しかったですね。まあ、海が近いので、もし万が一こう津波が来た時には屋上に逃げることもできるという感じで、ちょうど津波の後に立った2017年だったかな。もう全て 100% 完璧っていうのは難しいんだけども、 100% 完璧でなくても、みんながこう 120% お気に入りに愛されるチャーミングポイントのある建築を作っていければなと思ってます。